二世チオピア王族一行の記念写真。左からバージニアスティーブン、ダンカン・グラント、ホレス・ドビアー・コール、エイドリアン・スティーブン、アンソニー・バクストン、ガイ、リドリー二世チオピア皇帝事件、またはドレッドノート・ホークスは、1910年にイギリスのカツギアホレス・ドビアー・コールがイギリス海軍を相手に仕掛けた大掛かりないたずらである。コールは、イギリス海軍を騙して、 エチオピア王族一行のふりをして機関である戦艦、ドレッドノートを見学させ、それを代々的にばらして、海軍の面目を潰した。コールと共に王族一行に奮したのは、後にバージニアウルフの名で作家となるバージニアスティーブンら6人で、いずれもブルームズベリーグループに属する大学生であった。首謀者のコールは1881年に、 アイルランドの裕福な家庭に生まれた。第二次防ア戦争に従軍したが、重傷を追い除隊された。帰国後は、ケンブリッジ大学トリニティカレッジの学生となったが、勉強はほとんどせず、様々ないたずらを仕掛けて楽しんでいた。エイドリアン・スティーブンはトリニティカレッジでのコールの親友の一人だった。コールの伝記を執筆したマーティン・ダウナーは、スティーブンのことを コールにとっての完璧な引き立て役であり、同情的で励ましてくれる人でありながら、コールのいたずらいの協力を平然と引き受けることができる人だったと書いている。スティーブンは作家、批評家のレズリン・スティーブンの息子である。エイドリアンの兄のトービーもトリニティカレッジに在学しており、姉のバネッシサとバージニアも大学をしばしば訪れていた。スティーブン4兄弟は、 トリニティカレッジを中心とした作家、知識人、哲学者、芸術家の集まりであるブルームズベリーグループのメンバーだった。コールはブルームズベリーグループのメンバーとの交流はあったが、自身はメンバーではなかった。ニセスルタン事件の後に発行されたポストカード1905年初頭、コールとスティーブンがトリニティカレッジの2年生の時、ザンジバル王国の 第8代スルタンであるアリー・ビン・ハムードがイギリスを訪問中であることを知り、これをいたずらのネタにすることを思いついた。彼らはスルタンのケンブリッジへの公式訪問を偽装する計画を立てたが、スルタンの姿が新聞等で公表されていたため、そのままでは偽物であることがバレてしまう可能性があった。そのため、スルタン本人ではなくスルタンのおじになりすますことにした。 3月2日、彼らは、ケンブリッジ市長宛てに、スルタンが、ケンブリッジの訪問を希望しているので、適切な式典を開催する、よう依頼する、次のような偽の電報を送った。ザンジバルのスルタンが、本日4時27分に、ケンブリッジに到着します。興味深い建物の案内と馬車の手配を、お願いできますかロンドンホテルセシル・ヘンリー・ルーカス学生たちは、 劇団の衣装担当のウィリー・クラークソンにローブとターバンを借り、ブラックフェイスの化粧を施してもらった。そして、ロンドンから列車に乗り込んだ。ケンブリッジ駅では馬車が一行で迎え、キルドホールまで送られ、そこで市長などの出迎えを受けた。簡単な歓迎式典の後、彼らは町や大学の建物の案内を受けた。その姿を友人たちに見られていたが、 誰もその正体に気がつかなった。一時間もしないうちに彼らは駅に戻るように要求した。駅で見送りを受けた後、そのままロンドンまで行くと大学の寮の門限に間に合わなくなるため、駅の横から抜け出して寮に戻った。翌日、コールはこのいたずらについてのデイリーメール紙の取材を受け、1905年3月4日の紙面に掲載された。地元市でも、 このことが取り上げられた。セントジェームズ・ガゼットはこの出来事を最も大胆で実用的ないたずらと評価した。市長は関与した学生の処分を望んでいたが、副学長にそのようなことをすると市長の評判をさらに落とすことになると説得された。高校中のドレッドノートニーズ世紀初頭。 イギリス海軍の艦隊は帝国の基盤の一つであり国の力と富を反映するものとみなされていた。本や演劇、大衆文化の中ではイギリス海軍は島国であるイギリスの守護者であり最初の防衛戦として描かれていた。1909年のオブザーバーがの社説ではイギリス海軍の優位性を世界の平和と発展のための最高の安全保障と表現している。 ドレッドノートは1906年に収益したイギリス海軍の戦艦である。ドレッドノートの武装、速力、強度はそれまでにそれまでに建造されたどの艦よりも優れていた。歴史家のヤンリューガーによればこの艦は浸水時からシンボルとして文化的な意味を持ち歌や広告を通じて国民の意識に浸透していったという。 1909年のロンドン帰港時には推定100万人がその到着を見届け、1910年には紛れもない象徴的な地位を持つ文化的なアイコンになっていた。文化視野のエリサドカーシーは、エドワード朝時代においてドレッドノートは神聖に近い性質を持っていたと評している。1910年2月時点においてドレッドノートの館長はハーバートリッチ・モンドだった。 ウィリアム名提督が本国艦隊司令長官であり、ドレッドノートは名提督が上官する本国艦隊機関だった。エチオピア王族一行に奮したコールたち、バージニア・ウルフが1940年に行われた講演で述べたところによれば、このいたずらは防護巡洋艦、フォークの乗組員だったコールの友人から持ちかけられたものだったという。 フォークとドレッドノートの将校たちは互いに確執を持っていました。フォークに乗っていたコールの友人がコールのところに来て彼に言いました。お前は人を騙すのが得意だな。ドレッドノートの足を引っ張ってくれないか。奴らは俺たちのことをこきおろしてくるんだ。お前のいたずらで少しでも張り合えるんじゃないかコールは ケンブリッジのニセスルタン事件と同じ手口のいたずらをドレッドノートの乗組員を相手に仕掛けることにした。このいたずらにコールの5人の友人が協力した。バージニアスティーブン、その弟のエイドリアンスティーブン、ダンカン・グラント、アンソニー・バクストン、ガイ・リドリーで、いずれもブルームズベリーグループに属する大学生だった。 彼らは、ニセザンジバルスルタン事件の時と同様にクラークソンに依頼して衣装を借りて、ブラックフェイスの化粧をしてもらい、エチオピアの王族一行になりすますことにした。化粧が落ちてしまうため、王族役は物を食べることができないという制約があった。エイドリアンが通訳の役を務めることになった。年月日、クラークソンから派遣された着付けのスタッフが、 スティーブン指定の家を訪れ、王族役のバージニア、グラント、バクストン、リドリーに化粧を施し、オリエンタルな衣装を着せた。デイリーミラー紙によると、彼らは500ポンドの宝石も身につけていたという。ただし、マーティンダウナーは、コールの電気の中で、いたずらの参加者のいずれもが、宝石の金額のことに触れていないことから、この金額に疑問を呈している。コールは、 本国艦隊司令官宛に外務大臣を差出人とする次の内容の偽の電報を送った。アビシニアのマカレン王子一行が本日4時20分にウェーマスに到着する。ドレッドノートの見学を望んでおられる。到着時に見学ができるよう手配せよ。コールは女性職員が受付をする郵便局から電報を送った。女性なら電報の内容について質問されることは ないだろうと考えたからである。コールは王族一行に噴する友人らと共にロンドンのパディントン駅に行き外務省のハーバート・チャムリーだと名乗ってウェーマスまでのお飯列車を仕立てるよう要求した。駅長は金用の車両を手配した。ウェーマスで海軍は栄誉礼を持ってコールらを出迎えた。エチオピアの旗が見つからなかったのでザンジバルの旗を掲げ、 ザンジバルの国歌を演奏したが、コールラはそれに気がつかなかった。続いて、コールラは艦隊を視察した。一行はエチオピアでは使用されていない、スワヒリ語やラテン語、ギリシア語をもとにしたデタラメな言葉で感謝の意を示した。また、一行はエチオピア人のものとは、かけ離れたお粗末な仮装をしていた。しかし、海軍側にはそれらに気づく者はいなかった。実は、 イギリス海軍には一人だけエチオピアに通じた将校がいたが、その人物が長期出張中で不在であることを一行は事前に調べていた。一行は士官らに偽の勲章を授与した。なお、スティーブン指定のいとこであるウィリー・フィッシャー中佐もドレッドノートに上官しており、コールらが紛争して館内を視察している様子も見ていたが、それがいとこたちであることに気がつかなかった。 首謀者のコールは、ロンドンに着くとこの事件のことをマスコミに知らせ、館内で撮った記念写真をデイリーミラー紙に送った。翌日の新聞各紙がこの事件を報じ、このいたずらが公になった。海軍が誰もいたずらに気がつかずにまんまと騙されたということで、海軍はしばらくの間嘲笑の的となった。面目を失った海軍は、コールらの処罰を求めたが、 コールラは何の法律も犯していなかった。結局、コールラ一行は海軍大臣室に呼び出されたものの、全員が儀礼的に尻を無知で撃たれただけで、それ以上の罪には問われなかった。一行はあらゆるものを指さして、文が文がと叫び褒め叩いたと報道され、この言葉はイギリスで流行した。エドリアン・スティーブンによると、 直接の関係者ではないが、実際よりも色々なことを知っていると嘘吹いた者が、一行が、文化文化という表現を使っていたと新聞に伝え、それが、大変有名になったという。その後もドレッドノートにはこの話がついて回り、1915年3月18日に、第一次世界大戦において、ドレッドノートが、ドイツの潜水艦 U-29 を体当たりで、 激鎮した際にもブがガがという祝電が送られたという。その年、ミュージックホールでザガール、アイレフトビハインドという曲の次のような替え歌が歌われた。ウェンアイウェントンボード、エードレッドノートシップ、アイルクドライクエコスターモンガー、ゼイセット、アイワズワンアビシニアンプリンスコスアイシャテッドバンガ、バンガ、日本語訳私がドレッドノートに乗った時、私は 呼び売り商人のようだった。彼らは私がアビシニアの王子だと言った。私が文が文がと叫んだから。1936年、エイドリアン・スティーブンは二世チオピア皇帝事件についての詳細な説明を執筆し、ホガース出版社から出版された。三十年後の九百四十年、バージニア・ウルフは公園でこの事件について語った。書籍。 編集雑誌、編集新聞記事、編集ウェブサイト、編集。ありがとうございます。